皆さんこんにちは、今日もこの動画をご覧いただきありがとうございます。今日は1ヶ月ぶりにセリアに行ってきましたので、その購入品をご紹介していきます。今回は結構多めです。はい、まずはキッチングッズからご紹介していきます。まずはこちらです。こちらのくっつきにくいホイルっていうものを買ってきました。オーブントースターとかで結構焼き物をしたりとかするんですが、その時にアルミホイルってなんか食べ物とくっついちゃったりする時ってあると思うんですよね。で、まあ、オーブントースターだけじゃなくて、フライパンの上でも使えるということで今回これを買ってきました。なんか見た感じ柄が少ないというか見た目にも惹かれて購入してきたんですけれども、端っこをちょっと切りましたけれども、非常になんかサラサラしてる感じがして、確かにくっつきにくそうな素材をしてるなと思います。またこれもいろんな料理に使えたらいいなと思います。で、次はこちらです。吸水コースターというものを2つ購入してきました。これはですね、ケイソードの素材ではないんですけど、本体はセラミック素材でできてるみたいです。うちはキッチンが狭いので、いつも洗ったまな板をどこに置いとくかっていうので悩むんですけど、シンクの蛇口のところにちょっとした置けるスペースがあるので、そこにこれを置いて、その上にまな板をこう立てかけようかなと思ってこれを買ってきました。水を吸い取ってくれるっていう素材なので、シンクも汚れないですし、まな板も衛生的に保たれるかなと思って、これを2つ並べてこの上にまな板を置いて乾かしていきたいと思います。はい、で次がですね、ずっと欲しかったものなんですけど、こちらです。シューズハンガーがやっと手に入りました。なかなか私の行くセリアには置いてなくって、ずっと探してたんですけど、やっと入荷したみたいです。よくオキシクリーンを使ってコンバースのシューズとか洗うことがあるんですけど、それを乾かすのにこんなのがあれば便利だなぁとずっと思ってたので手に入ってよかったです。早速今度の日曜日靴を洗って干してみたいと思います。はい、で次はこちらです。コードクリップのミニサイズを買ってきました。充電器ケーブルをまとめるためのクリップですね。割とバネがしっかりしているので取りにくいかと思います。いつもはこういうマジックテープタイプのものを使ってたんですけど、めんどくさくてこれいちいちするのめんどくさいなとずっと思ってたんですけど、まあこういうのがあればもうすぐこうやってまとめられることができるんで非常に重宝しそうですね。もう少し購入してくればよかったな。3つしか入ってないので、もう1袋また追加で購入してこようと思います。はい、次は収納グッズです。まずはこちらのストレージケースですね。はがきサイズのものを1つ購入してきました。これは、我が家のリビングにテーブルがあるんですけれども、その引き出しの中にこの箱を使っていろんなものを収納してます。で、今回この箱とこちらのカードケースを今回買ってきたんですけど、このケースを使って、お薬箱の整理をしようかなと思っております。このケースに入れてしまうと何が入っているかわからなくなってしまうと思うので、まあ、こういう水に強いフィルム素材のネームシールっていうのを買ってきました。これはもう手書きでしか書き込めないんですけれども、うちはネーム作成機はないのでいつもこんな風な
ものに書いて収納したりしています。またこれらを使った動画を作っていこうと思いますので、こちらの方も楽しみに待っていてください。はい、で次がですね、今度旅行に行く計画があるんですけど、それに必要なものを購入してきました。はい、まずはこちらのアルコール除菌のウェットティッシュです。いっぱい種類があってどれがいいかわからなかったんですが、まあ、サイズ的にこれがちょうどいいかなと思って購入してきました。あのデザインがですね、こういうちょっと可愛めな感じのパッケージだったので、まあ、これは可愛いなと思って購入してきました。はい、で次はこちらの便利な歯ブラシケースっていうものを買ってきました。これは歯ブラシを入れるケースなんですけど、ちょうど2本入りだったので私と主人のとで使おうかなと思って購入してきました。こうやって開けるタイプのものになります。で次はですね、こちらのアルコール液が詰め替えできるスプレーボトルを購入してきました。今度旅行に行くのは韓国なんですけど、まあいろいろネットで調べてると、トイレ事情とかがやっぱり日本と違うということが書かれていて、まあ、一応アルコールで除菌できるものを持っていこうかなと思って、いろんなボトルがあったんですけれども、裏書きを読んでみると、アルコールのものは入れないでくださいっていうボトルが結構多いんですね。アルコールを対応しているのはこのボトルだけだったので、今回はこれを使っていこうと思います。スプレータイプになってます。はい、で次はこちらです。個包装タイプのスプーンを買ってきました。海外旅行に行くと、どうしても食事に飽きてしまって、前回アメリカに旅行に行った時にお部屋で何か食べようって思って買ってきたんですけど、その時にお箸とかスプーンとかがなくてですね、非常に困った思い出があります。今回は韓国なのでお部屋で食事をすることあるかどうかわからないんですけれども、まあ、一応こういうものを持っていこうかなと思います。お箸も持っていこうかなと思うんですけど、それに使おうと思って購入してきたのがこちらです。モノトーン柄の箸袋っていうものが売っていました。ここにお手持ちのお箸を入れてご使用くださいっていうふうに書かれています。わざわざこういう箸袋付きの割り箸を買わなくてもこういうものが売っていましたので、まあ、気になった方はぜひチェックしてみてください。これ全部で50枚入っております。で次はこれらの旅行に行く時に持っていくと便利なものたちを買ってきました。爪切りとこういう小さいタイプのハサミで、お顔とか眉を剃るためのカミソリとか、あとはこういう毛抜き、これは必要かどうかは個人差があると思うんですけど、私たちは必ずこういう耳かきが必要なんです。もう綿棒じゃ物足りなくって、もう耳かき依存症なんですけれども、耳かきが好きな人は気持ちはわかると思います。これも旅行に持っていきます。で、これらを収めるためのこういう小さなポーチも買ってきました。裏がメッシュ素材になっていて、まあ、中に何が入ってるか分かりやすいなと思います。で、サイズもちょうど良かったのでちょっと入れていきます。全部収めてみました。ぴったりですね。これも旅行用で取っておきたいなと思いますので、これからのトラベル用品として活躍してくれると思います。はい、ということで今回は18点のお買い物でした。今
回はちょっとトラベルグッズが多かったと思うんですけれども、来月その韓国旅行を予定してますので、またその動画を Vlog で発信していきたいなと思っております。はい、ということで今回もご覧いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。